ルマ自治体の地図正教の教会ルマの期間には、ルマはスレムでのセルビア国民運動の重要な中心の一つであった。19世紀後半から20世紀初めにかけてルマは、クロアチア・スラボニア王国のシルミア軍の主婦であった。1910年の国勢調査によるルマの自治体、の人口は49,138人を数え、 そのうち22,956人はセルビア語話社で、15,529人はドイツ語、5,746人はハンガリー語、3,730人はクロアチア語のそれぞれの話社であった。ハプスブルク君主国の崩壊後、1918年11月24日にルマのシルミア議会は、シルミアをセルビア王国に統合することを宣言した。 1933年に、ルマは公式に都市の地位を得た。第二次世界大戦が始まるとルマは、ボイボリナのドイツ人マイノリティの中心の一つであった。1942年に、数軸国のルマ占領時、地元の民族ドイツ人の志願兵により、ルマイエスデア DM で知られる、ナチスドイツのドイツ国防軍の部隊が形成された。 多くの非ドイツ系のルマの市民は反ファシズムに参加し、数軸国の占領に対して逃走した。1944年、戦争の結末として多くの民族ドイツ人たちはパルチザンや赤軍を前にルマから逃亡した。戦後、かつてのユーゴスラビアの各地からの移住者がこの地域に移り住んできた。1990年代には約1万人の内戦による難民が、 クロアチアやボスニアヘルツェゴビナ、コソボから逃れ、ルマで暮らしていた。1949年に、ユーゴスラビア空軍が支援する、パイロットスクール、パラシュートインストラクター学校、飛行機製造学校のバスダプロブニーソベイ、ユーゴスロビエイがルマに開かれた。これは1950年に、町の中心部でも要された国際アイロミーティングで、賞賛に達した。ルマ基礎自治体には、 ルマシと以下の存落が含まれる。ありがとうございます。